エルデン・ジェローム・キャンベルはアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身の元バスケットボール選手。NBA のロサンゼルスレーカーズなどで活躍し、2004年にはデトロイト・ピストンズで NBA チャンピオンを経験した。ロサンゼルス近郊の高校卒業後、クレムゾン大学に進学。4年間で平均15、3得点6、8リバウンドに、 7ブロックという成績を残し、NCWA トーナメントにも出場するなど、同大学の中心選手として活躍したキャンベルは、1990年の NBA ドラフトで、地元のロサンゼルスレイカーズから27位で指名された。入団以降ブラデリバッツと共に、インサイドで奮闘し、90年代のレイカーズの中心選手として活躍してきたキャンベルだったが、1996年に、 シャキール・オニールが加入して、以降状況が一変。オニールは、キャンベルのプレイぶりに不満を持つようになる。結局1999年3月10日に、エデー・ジョーンズと共に、グレン・ライスとのトレードで、シャーロット・ホーネッツに放出された。2002から2003シーズン途中、ジャマール・マグロアの台頭もあり、シアトル・スーパーソニックスに放出された。2003年夏、 デトロイト・ピストンズと契約。2003から2004シーズンは1990年以来の NBA ファイナル進出となり、相手はキャンベルの古巣でもあるロサンゼルス・レイカーズとの対戦となる。キャンベルはベン・ウォーレスと共に、レイカーズ時代に因縁が深かったシャキール・オニールとのマッチアップで奮闘。ピストンズは4勝1敗でレイカーズを下し、念願の NBA チャンピオンを経験した。 翌2004から2005シーズンは、ニュージャージーネッツなどを渡り歩いた後、最終的にピストンズに復帰。プレーオフのマイアミヒートカンファレンスファイナルでは、再びヒートに移籍してきたシャキール・オニールとのマッチアップとなったが、4勝3敗で勝利し、2年連続で NBA ファイナルに進出。サンアントニオ・スパーズとの対戦は、第7戦までもつれたものの74から81で敗退。 シーズン終了後、ピストンズから契約を更新されず引退した。ありがとうございます。